ポートロイヤル一帯の海岸線の変遷震災前と震災後、黒線は現在の海岸線、ポートロイヤルは17世紀のジャマイカの海運業の中心地。ジャマイカはパナマ地境やキューバなどの中間点にあり、カリブ海の貿易にとって理想的な位置にあった。1655年に行われたスペインとイギリスの小戦争により、 ポートロイヤル湾の入り口の城塞をイギリスが奪取し、その後入植が行われた。1683年にスコットランド人の一団が入植したが、その3年後にはスペイン人の襲撃を受け退避している。1687年にジャマイカ総督はスペイン人と交渉中のバッカニアたちにポートロイヤルへの定住を持ちかけ、私略免許を与えた。その後、ポートロイヤルは、 世界で最も豊かで最もひどい街の両方の名声を得た。ヘンリー・モーガンや黒ひげをはじめとするバッカニアたちが奪った宝物を持ってきて消費することで有名な場所だった。17世紀、英国は海賊を奨励し、ポートロイヤルを海賊の拠点としてスペイン船やフランス船を攻撃していた。1692年6月7日の地震は、 ポートロイヤルに甚大な被害を与え、町の3分の2がカリブ海に沈んだ。この3時の後、商業の中心地はキングストンに移される。沈没船から中国の財宝などが発見されており、当時の繁栄が解明されつつある。ウォルトディズニー製作のファンタジー映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちの始まりの場所となったことで知られる。サムエル・モリソン。 アメリカの歴史一にしか美まさみ翻訳監修、修英者文庫、1997年、ISBN40 億8760万3172、ピアニッシモ、213から220おもちゃの、黒髭機器一発のモデルともなった。ありがとうございます。